私はケスリンです。私はリナです。今日は JW ニュータウンのアンケートの結果について発表します。私たちはプレゼンテーションを3つに分けます。最初は調査の方法、次はアンケートの結果、最後はまとめです。まず最初に調査の方法を話したいと思います。この調査は今年の9月2日から30日まで Google フォームを利用してアンケート調査を行っていました。答えた人は全部で35人です。これまで調査の方法を話したので、次に調査の結果について話したいと思います。この円グラフを見てください。答えた人の性別を示しています。女性は 89% で、男性は 11% です。次、答えた人の年齢を示しています。19歳から24歳までは 91% で、25歳から30歳までは 9% です。このグラフはロンドンへ1ヶ月に何回しますかの質問です。縦軸は示しています。63% の人は1回以下行きました。 29% の人は1回から2回まで行って、 9% の人は3回から4回まで行きました。このグラフは本論へ誰と行きますかの質問です。縦軸は一応に行く人を示しています。 63% の人は友達と行くと答えました。 20% の人は家族と行くと答えて、 14% の人は自分で行くこと答えました。行ったことがない人もいますよ。 3% です。フォローをしていますかの質問です。縦軸は討論をしていますかの質問に、している人が 66% の人で、知らない人が 34% の人です。このグラフはどうやって来ていますかの質問です。縦軸は知る方法を示しています。 57% の人は知り合いとソーシャルメディアで知っている人は 57% です。書籍で知っている人は 6% です。テレビで知っている人は 3% です。
後グラフは人々がジェミニムで何をすると思いますかの質問です。縦軸は次のトピックを、次にトピックのトピックに移りましょう。これまでの話をまとめたいと思います。女性は男性より多いです。19歳から24歳までの人の方が多いです。パワーへ行く頻度に比べると大体あまり行かないそうです。大体ジェミニ頭脳を知っています。そこで友達と会うそうです。結果によると知り合いとソーシャルメディアでジェミニ頭脳を知っている人の人数は同じそうです。はい、これで発表を終わります。ありがとうございました。